高橋明は日本のピアニスト。作曲家、高橋雄二は実刑。神奈川県鎌倉市生まれ。父は機関士、音楽研究の編集長を務めた、音楽評論家、高橋ひとし。母はピアニスト影山恵子。5歳より母にピアノを習う。東京芸術大学音楽学部附属音楽高等。学校から東京芸術大学卒業及び、 同大学院終了。大学院では、ゲオルクバシャヘイリに指示。大学院在学中の1968年に、日独現代音楽祭でデビュー。竹光徹のピアニストのためのコロナと、篠原誠、タンダンスを演奏する。1970年に、初リサイタルを開く。1972年に投資、ベルリン芸術週刊。 パリアキの芸術祭などでリサイタルを開き、現代音楽の演奏グループ、サウンド、スペースイコールアークを結成する。以降、各国の作曲家たちから、作品の検定を受け所演する。1974年日清劇場において、クセナキスのエオンタを、小高忠明式で演奏する。1975年には、エリック・サティボツ後50年を記念し、 エリック・サティ連続演奏会を配偶者である秋山国春と企画し、渋谷ジャンジャンで開催。サティピアの全集を肯定し、サティピアの音楽全集をリリースする。1977年には、ボンにおいて開催された、ベートーベン150年祭、ポリーニ、クレーメル、ジュリアード弦楽四重相談らと共に招かれ、ベートーベンとメシアンを演奏した。 1980年代に入りモートン・フェルドマンに長いピアノ曲の作曲を依頼。以後1987年の作曲家制挙まで7年間ともに音楽活動を行う。1983年から高橋明新しい耳シリーズを企画、演奏し、横浜市教育文化ホールと神奈川県立音楽堂で1997年まで開催された。 1984年、カリフォルニア芸術大学の客員教授。2002年にコソボ自治州における初の現代音楽祭に、招聘され、2006年にベルリンのメルツムジークに招聘される。ニューヨークでモートンフェルドマン作品のリサイタルを行い、ニューヨークタイムズで2006年のベストコンサートの一つに選ばれる。現代音楽の演奏には、 作家の思考に伴い過酷な要求がつきまとうが、高橋はデビュー当初から忠実に立動性を強調し、西村明や京広史の名人芸を伴うピアノ競争曲も難なく演奏している。一柳里氏のピアノメディアの演奏も、その演奏の正確さが指摘される。また、ビートルズナンバーをジョン・ケージ、フレデリック・ジェフスキー、竹光徹・トール、 坂本隆一などの現代音楽家が観骨脱退したユニークなアルバム、ハイパーミュージック、フロム・レノンマッカトニーシリーズもよく知られている。ありがとうございます。